だっちゅうのと、背中に鬼が君の宿ってるんだよ。おっす、ほら、ホモ。新宿2丁目最強のバルク、ハセブンです。はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、レテンくんの家に今お邪魔しています。で、ちょっと訳がありまして、レテンくんと楽しんごさんですね、6月18日のマスルエイト浜松大会からちょっと予定変更しまして、その大会じゃなくて、7月17日にあるマッスルゲート、まあ、群馬大会に出ることになりました。僕も承知ですし、まあ、本人も承知なんですけど、前回の大会ですね、レテンくん、当日までに、まあ、急遽出るっていうことになったんですけど、ポージングがですね、大会当日まで間に合わなかったんですよね。これは僕も反省しておりますし、まあ本人も反省してまして、次の大会では彼もね、忙しいなりにポージング練習しますということなので、練習の風景をちょっと動画に載せておこうかなと思いまして、まあ今動画回してます。はい。で、今、楽しんごさんとレテンくんですね、こっち今、着替えて控えておりますので、早速出てきてもらいましょう。じゃあ二人ともどうぞ入ってきてください。お、青パンツかっこいいね。かっこいいですよ、こんなの。いや、楽しんごさん。いや、楽しんごさんのパンツ姿、初めて見ましたけど、ちょっと汚いですね、これ。じゃあ、いい。いや、これはちょっと当日全部剃ってきてください。わかりました。すいません。ね、あとダイエットももうちょっと進めましょう。はい。で、レテン君の場合は、前回大会が55キロだったんですよ。で、オフ期間を経て、今54キロ。そうなんですよね。何やってんだよ。まあまあ、だらだら過ごしてたら1キロ落ちてました。オフはね、だらだら過ごして、まあそのね、気張り詰めないことが大事だけども。ダラダラしすぎだよ。増やさないとダメなんですね。60キロとは言わないよ。57とか8キロでいいよ、うん、身長あるんだから絶対いけるって。そのくらい増やさないと。増やそう。まあポージングはできて当たり前、プラス体の方も進化してなきゃね。はい。とにかくレテン君の場合は増やそう体重。じゃあ早速2人でポージングにしちゃっていこう。はい、はい。じゃあね、基本ポーズリラックスしてくださいって言われるから、リラックスポーズをしてるね。前回のレテン君ね、本当にリラックスしたから。リラックスってそういうことじゃないですか？リラックスポーズってリラックス、本当にだらけろって意味じゃないから、本当に。楽しんごさんも一緒にやってください。はい。じゃあ足を開いて、胸張って、腕を横にバーンって開く。あ、楽しんごさんそれ、いいです、いいです。ちょっと張りすぎたな。こうで、こうしよう。そう。いいよ。ここで全身に力入れる。足も腹筋も背中も胸も肩も腕も。ちゃんとしっかりやった。真面目にやってるじゃないですか。いや、あかん。笑顔。そうそうそう。で、ターンライトって言われるから、次は、はい、そのままターンライトでこっち行きます。で、横向いて。こう、こう。こういうことです。そう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 。このまま行こう。そう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 。そう。まあちょっと違うけど、多分体が。いやちょっとこれ骨が折れるぜ。よし、じゃあターンライト。はい。同じさっきのリラックスを後ろ向きながらやるってこと。そう。そう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 。そうね。うわ。そうそう。で、楽しいかな。なんか肘を横に広げてこうやって。そう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 、これこれこれ。足らないと、もう一回こっち見て。そうで、さっきと逆のやつ。そう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 。 OK、 足らないと、もう一回戻る。そうそう、 OK。 これがリラックスポーズ最初のね、フロントダブルバイセプスいきます。何ですか。まあ力こぶだね。こうよし、フロントダブルバイセプス。はい、せーの。そう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 。いいよ、綺麗だね。そう。それ次。そう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 。で、同じこのへこましてみ。そう、バキムポーズ。これバキムポーズって言うんだけど、それやろう。楽しんごさんもバキムしよう。お腹へこます。顔真剣にやって。そう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 。はい、じゃあ次にラットスプレッド、まあスーパーマンのポーズだね。これで胸を張ると。なるほど。あ、これ見たことあります、羽賀さんの表紙。そう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 。ああ、羽賀さんのあれですね。そう。
こうなんですよ。こっちですね。そう。ボディーブローくらいの位置。そうそう、ボディーブローくらいの位置。そうそう、で、天君、早く押して。バキム。そうそうそう。ここがね、高ポイントなんだよね。最近のボディービルだと。うん、お腹をへこまして、このなんか、あばら骨が浮き立つような、形になるのが高ポイントなんだよ。もう、これぐらいになるぐらい。顔が真剣になって。で、顔は笑ってる方がいいです。そう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 。辛そうな顔よりかは、笑顔の方が高ポイントなんで。はい。はい。はい、次、サイドテスト、胸を見せるポーズだ。はい。横向いて、こっちの足を立てる。で、押し当てる。そうそう。で、胸を寄せる。こういう風に体を向ける。ダッチューのみたいな。そう、ダッチューの。ダッチューのと。よし。ちょっとだ。はい。全くん。はい。はい。マジモさん。はい。はい。自慢の背中の筋肉を見せるときが来たよ。自慢なんですか？そう。背中に鬼が君の宿ってるんだよ。鬼宿ってる。背中の鬼じゃないですか。いや、君の背中には、丹波裕次郎も、はい、もうびっくりするぐらいの鬼が宿ってる。ああ、まあ、そんくらいの気持ちで。そう。なるほど。じゃあ、足を一歩下げる。で、力を込める。そう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 。で、上げる。ケツ力入れて。やっぱ、レテン君絞れてるね。ガリガリのだけですよ。うわ次は、バックラットスプレッドって言って、あなたたちの広大なユーラシア大陸のような背中、広い背中を見せる時が来ました。ユーラシア大陸のような広い背中ですか？うん。マジっすか？うん。はい。何も言ってないっすよ。はいって言っただけじゃないっすか。なんでしっくり来てないような感じなんだよ。まあでもユーラシア大陸では絶対ないっすよね。こんなの。羽田さんがユーラシア大陸だとしたら、俺せいぜい琵琶湖くらいじゃないですか、ここなんて。ほら、見てくださいよ、これ。めちゃくちゃ狭くないですか？なんでですか？おい、もっと自信持て。お前、ごめんなさい。バカだよ。グーでさっきのラットスプレッドみたいな。そう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 。おおおおお、すげえ。あ、いいよこれ。肩甲骨こおお、そうそうそう。おお、いいよ全然。おお、肩甲骨浮き立ってんな。こんなラットスプレッド見たことない。今度腹筋を見せるポーズだ。足上げて前出す。足、足前出す。吊り上げる。で、腹筋ボッて出す。ボッて出すってなんすか？力入れる。いいよ。おお、いい。いいよ。いいね。これ高得点だ、このバケーム。OK! よし、じゃあ、その、最後に、はい、回すから、足を一歩前出す。で、腕をクロスさせる。で、側方筋バーン出す。そう。そう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 。もしくは、レテン君の場合ちょっと変えてみよう。手をこっちにやる。はい。足を前に出す。はい。腕をこう出す。引き出して。そう。楽しみ方は、クロスさせる。そう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 。はい。いいね。かっこいいよ、レテン君。ということで、今のはね、規定ポーズ全部やりました。はい。これを当日までに覚えてほしい。まあ、あと2ヶ月あるから、本当にまだまだ覚えられるから。ポージング練習すればするほど、体は結構絞れて、うん、うん。作り込まれていくから、本当に、頑張っていこう、はい。よし、じゃあ、ポージング完璧にしますと。みんなの前に宣言して、自分を追い込もう。楽しんごさんとですか？そう。ポージング、完璧にします。頼んだよ。